希望を願い、呪いを受け止め、戦い続ける者たちがいる。それが魔法少女。私たちは戦い続ける。同じ条件で私に勝てる？コンクーベなら負けないわ。また自分だけの時間に逃げ込むつもり？こいつは幻覚か何かか。こんな回りくどい手口を使って一体何が目的なの？私たちが行き着く果ての姿だもの、同情だってしたくなるわよ。いつか私たちを導く沿岸の断り、覚えているのはただ一人、私だけだったはず。真実なんて知りたくもないはずなのに、それでも追い求めずにはいられないなんて、つくづく人間の好奇心というものは理不尽だね。一人ぼっちになったらダメだよ、ホムラちゃん。